ニホメです。視聴者の皆さん、今回の動画は本当に楽しいよ。はい。奇跡の49歳っていうのを見せるわ。奇跡の49歳。いやー、すごいぞ。あのケンちゃんってちょこちょこ出てるじゃん。あ、伝説の。伝説のケンちゃん、はい。あれがもうまさかの、はい、そこそこの仕事ってきたよ。あ、そうなんですか。元々あったのが1000万ぐらいの話が動いてるっていうのは。はい。で、あの人も、まあな、もともと営業規模みたいなの来て、はい、規模じゃない、来たじゃないな、まあ、酒飲んでる関係で、はい、まあ、一緒にちょっとやりましょうかみたいになって、はい、でやって、まあちょこちょこ仕事は取っとく、まあまあでも、まあ、いろいろいろんな意味で決める、まあ、その辺はまあケンちゃんと一緒に話すけど、はい、まあ、いろんな、まあ、やっぱ俺も衝突も何回もあったし、はい、経営者としてね、はい、先輩だけど経営者だから、いわゆることもやっぱ嫌なことも言ったし、俺も、はい、あの人もやっぱそれを男だもんね、耐えてやって、はい、ああ、ついに蝶のことに羽ばたくぞ、はい、さなぎから、さなぎから、さなぎみたいな顔しろいけどイモムシみたいな顔しろいけど、あの人また怒られた、あの人 YouTube 見てるで、イモムシだねなとか言って、呼んでる時にごそっと言ってくるから、何色のアゲハになるかな、はい、美しいアゲハになるか、はい、モンシロチョウになっちゃうかその辺にいる、その辺によるモンシロチョウになっちゃうか、はい、大きなアゲハになるか、はい、はたまたビオラッテみたいになるか、ビオラッテあのゴジラみたいにビオラッテってあるか、蝶の戦うやつ知らんのお前、ビオラッテ分かんないです、俺ゴジラモンだって全部見てるぜあ、そうそうなんですか、当たり前でしょ普通に見ちゃうよ俺ゴジラは話変わるかまあ、まあ、現場行ったら分かるか、いろいろ、はい、まあでも本当にちょっと見てください、まあ本当にね、まあ本当にやっぱ腹くくったと思うよ、はい、うん、いろんな意味で、まあ、その辺がちょっと出たのかなって、やっぱり夢になるじゃん、で俺本当に今コメント欄にもよくあるように、俺も本当にみんなに言っとるのはさ、トシキにも言ってる、まあ現場で体動くのはいいよって、だけどやっぱね、厳しい方じゃ、俺も大企業じゃないもんね、はい、1万円しか稼いでない人に、はい、2万円は払えんよってなるから、はい、じゃあどうなるって、やっぱ管理を覚えたりとか、はい、で営業覚えたりだとか、はい、書類を覚えたりとか、いろんなことをやっぱみんな勉強していかんと、はい、うん、現場で体が拝まれました、はい、そうですかって言ったら、やっぱ俺はまあじゃあ今まで通りで2万円もらってる子もおるもんってさ、はい、やっぱ2万円とかさ、2万5000円、まあ、2万5000円払ってないけど、まあ、それ払えよな、はい、ボーナスまで入れると、そうなってくるわな、交通費まで入れると、はい、それは払えなくなっちゃうよってことはやっぱり言うし、はい、だからそういうのをやっぱ感じ取って、みんな一生懸命、いやいや、まだまだ成長できるよって。49の親父が成長するんだからさ、はい、素晴らしいことじゃん、はい、まあ、見てみましょうか、はい、メイでは、はい、どんぐらいの水とかになるんだろう、思います、はい、俺2時もやばいぞ、すいません、2時お前盛り上がったホテルを借りてきて、わかりましたおるか、ここだろう、はい、とりあえず触ろうぞ、わかりましたとりあえず触ろうぞ、あ、いないっすね、ここあ、なんだ、連れ去る、わかりました、ゲちゃん、いや、また近いって待ってました、え、近い、待ってないよ、え、ちょっとすみません、いいっすよ、うちの、あの、アシスタントが使えないんでちょっといいっすか、はい、ちょっと来てくださいちょっと来てください、ちょっと帰ってくるなんすか、バックマイクです、バイク、マイク、バイク戦われてますね、え、戦われてます、俺がそんなケンちゃんを晒して先輩を取れてもうダメな人、いや、そうやって言ってるやつの方がもうダメな人間と思われてるってねそういうことでしょそんななんかもう体ご健闘このじじいとか言って言って、うん、そんな昔イケイケだった先輩がどの頃で今ダメだからそれを晒しとるんだろうとか言ってそれでお前をあの、いい風に見せようとすんなとか言って書かれて、なんだこいつらと思って。ここまで先読みしたな。とりあえず、うん、走って。さらば。ケンちゃん。はい。なんか話がでかなっとるらしいじゃないですか。仕事の話。足止めて外していいですよ。仕事の話ですか？はい。まあ。いや、もう喋り方がなんか。なんとかですね。知的な喋り方したら、いや、キーフもいいわ。いや、どれだけ、最初の頃とちょっと態度が違うから。違う。いや、なんかね、もともと、まあ、視聴者の人もわかんないですけど、まあ、全部、ある程度話していいですか、いろんなこと。いいですよ。あの、まあ、うちで、まあ、もともとずっとバリバリの職人で、はい、で、まあ、コロナとかこういう影響もあって、鉄骨の飛びだったのは。
はい、だから本当にもう自分で全部頭でやってきますよね、いろんなこと。で、まあ、塗り替え同士、まあ、いろんな飯食った関係もあって、はい、でちょっと3ヶ月ぐらい営業をやってみようぜ、みたいなので、営業できたんですよね。そう。で1ヶ月ぐらい、まあ、血管も出へんし、俺もういやいやしくるもんで、もういいっすわ、ケンちゃん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 、単管とか枠はわかるけど、まあ重機とかも使うしね。うん、でも、あのね、椅子口は単純に体力勝負だ。そうだね。うん、でもそういう中で50?49? 今年49。49で、まあ頑張ってやっとる中、まあ一応営業活動も頑張ってやってくださいよって。はい、そこは、あの、ケンちゃんが、まあ拾い入れてくださいよって言っとった中の、1000万ぐらいの話、まあ、中堅ゼネコン、うん、中堅だね。の、まあ昔から世話になっとる現場監督ってことですよね。から話広げてきて、はい、1000万ぐらいの話だったわけよ。でそれがもうまさかの、はい、あれよあれよって2000万円の話だったの。マジかじゃあ、いやいやすぐ変わるわお前もう変わるわ仕事的じゃすぐ変わるわいやいやだから真剣にやっとるもんね、うん、いやでもまあまあ正直に言いましたよね。それは分からんし俺も、うん、一生懸命やっとるかどうかも分からんし、うん、でこれとこれだけはやってくださいよみたいな約束の言葉みたいなことで揉めたんですよね一回。そうだね。揉めたっていうか、怒られたんだね。怒られたって言われてくれ。いや、こっちは金払っとるもんで。あ、そんな言い方いやいや、そんな言い方だったら、もう金も払えんくなりますよ、そんな当たらないって。やっとるんすか。そんなこと、そんな言い方してない。どうせあれっすよね、朝だけ現場行って、うん、もう寝とんすよね、家帰って、みたいな感じまで言われて。でもまあ、でも。この野郎と思って。でもそうじゃないですか。うん、朝は行きましょう。うん、で俺も言い返しますよ。俺、主食さん。俺ちょっと弁解中やから。朝だけは行ってください、うん。そしたら人間そんな用はないけど、うん、俺も自分で経営者やってわかるけど、うん、やっぱ家におると、だらけちゃって、ああ、気づいたら昼だとか、うん、なるじゃないですか。うんまあ、いっか。でもそうですよね。朝、やっぱ出ることで、ルーティン取れるし、電話しようとか。もう、わかるよ。だって俺もさ、成果が出んとさ、うん、何やっとんの、ね、みたいな。俺は、自分で中で電話したり、うん、どっか行って、はい、飯渡したり、はい、することもあったし、けど、することもしろ、目見て言えんすよね。いや、全然言えるよ。だけど、はい、成果が出んと、やっぱり胸も張れんし。はい、ああ、まあそういうことですね。そしたら、ま、助けてくれる人もおって、たまたま、一個取れたら、はい、お、こういうことかって思って、ちょっと気づくこともあるじゃん。はい。あまあ、ちょこちょこ今、足場も取ってきたんだわ。へで、またちょっと、別の会社、もう2、3社ぐらい取引あるんですか ?2 社まだ3社 ?3 社ぐらいかな。3社ぐらいも取引あって、はい、足場は専属の営業だから、塗り替え道場の取り組みとかじゃないの、はい、まあ、でも、これすごいよ。いや、これさ、職人さん要件見てるじゃないですか。夢があると思うんですよ、うん。やっぱ一生懸命職人やってきて、俺今日はちょっと別件で違う動画撮ってきたんですけど、うん、でもまだ22、3。これから心を磨く子たち、うんで。仕事よりもやっぱ現場ってやっぱ心磨かれていくじゃないですか。まあまあ、上におる人にもあるな。そうですね。でも、でもほんとしょうもない仕事やってるやつって、うん、もう、しょうもないじゃないですか、性格も。うんうんうん、ずーっと変わらん30、40になって、ああ、めんどくせえ、あれだ、これだって。で、そういうやつもおるじゃないですか。それがやっぱ自分磨いてきたもんで、お客さんとかいろんな昔のつて取ってきゃ、辿ってきゃ、仕事取れるんだよね。まあまあ、その時の付き合い方もあるかもわからんけど、うん、たまたま俺はいい人に巡り合って、うん、たまたま助けてっていう感じで、営業したら、うん、あの一回ちょっとちっちゃいけど回してみるわ、みたいな感じ、うん。いや、この人本当に LINE もわからんし、LINE のグループもわからんし、電話もわからん。だから本当その人の相手でも取れるんだね。はい。メールとかマジでわからんからね。へぇ、マジっすか?電話してメール送ってみたいな感じの人よ。電話してジムにメール送ってもらったんだよ。あ、そういうことか。そうそうそう。メールもわからん。電話もがね、俺でも仕事は取れるんやで。はい。もちろん覚えていかなあかんし、覚えた方が自分の武器になるからね。俺のためじゃないもんね。別に自分のためでもね、メールで、LINE で、テレビ電話でって言ったら、時間を手に入れるわけじゃないですか。うん。で、それを、まあまあもちろんちょっとずつ覚えていくけど、はい。やっぱそれがなくても、これだけでかい話が取れるんだろう。はい。しかもそれってあれだよね。たまたま足回りの営業だったけど、うん。いろんな総合工事だよね。そうそう、たまたま俺が塗り替え道場で、ペンキもやってます、うん、シールもやってますっていうので、うん、たまたま俺は足場の営業だったけど、うん、こういうのもやってるから、うん、塗り替えどうですかって言ったら、うん、またいい人がおって、はい、あんなこういう仕事があるけど、はい、とか。ちょっと髭剃ってないのちょっと気になって。現場だもん。ごめん。いや、剃ってましたよ。でも一個言われて。羽毛出てますよ。羽毛出しとんすよ。羽毛出しとんだ。出しとんだろ。もう分かったって。剃ってくださいよ。分かった。忙しいんだって。いや、忙しくない夜寝るから、ちょっと。
対忙しいだけだったら俺の絶対忙しいですよ。で毎日飲んどるし、いやなんか遊びと捉えや遊びです、うん、だけど遊びも仕事も、ね、それはそうだよ。24時間やってますから、もう本当だって本当にだってもう2時間のスケジュールマジでこっちの小学校の今日ギリギリでも2本取りたいなって頑張って取ってるわけじゃないですか、うん、動いて。すいません、しょうがないよ、間違えることは人もあるんです。まあ、話戻しましょうか、うん、じゃあすごいですね、うん、たまたまね、たまたま今いい感じに回ってるだけで、うん、いやいやすごいじゃないですか。あとでそこはまあもちなみにまあ中堅ゼネコンだからもちろんねその仕事きちっとやりゃ次につながるしね、次のステージその次のステージにまあつながってくるわけですよね。だからいやすごいですね、やっぱ人間はやっぱすごいな。あの時3ヶ月預かるの預かってよかった、預かるって失礼ですけどね、来ていただいてですね、来ていただいて、だってでも本当にまあそういう力あるでしょ昔から。そうかな、でおしゃべりの先生みたいなもん16から俺、ね、はい、知り合って飲みに連れてかれて、はい、初めて女の子とかと喋る経験じゃないですか。18か、俺がね、はい、で飲み屋女の子連れてもらって、でまたドッカンドッカン笑い取るんだわ。そうそう、で昔から言ったらね、下ネタで笑い取るやつはつまらんとか言っとったんだって。誰でも取れ、結構笑いの天才みたいな感じで笑い取る女、そのセットの人が、はい、で超面白いんだわ。で俺も面倒くさいからアルバイトちゃんと遊びに来てくれたんですよね。うん、二十歳ぐらいの時ですか、19とかだよね。でも、うん、そうだね、そうですよね、懐かしい。おしゃべり先生、おしゃべり先生の、おしゃべり先生だけど金使いすぎだわ全部使っちまうもんねみたいで、そこは俺がなかったところ、俺がまめなところあるもんね、だけコツコツね、そういうタイプだもん。俺もあんまり掛け事とか司会はんない、みんなと行くないんだけど一人で行ったことないもんね。確かほんといやないんですよ。だからみんなで行くって言ったら、遊びに行くって、そんな若い頃聞いたことないもんな、飲みに行くとかみんなで行くとかは全然あるんですけど、一人でパチンコとかも行かないですよ。俺あんまりそんなに行かないよ。行くっすよね、一人それ行くよ、全然ですよね。うん、もう賭け事やるのは一番ですよ。営業のやるんだったらもうそれやめなかったんですよ。大きい金使うじゃないですか、うん、弱なりますからね顔が、あっつい顔に、いやいや違う違う、そうやって言われるのも勉強かなと思って。いやいや本当ですか、うん、まあそうですよね、まあこの間も一緒に飲みに行ったよね、ちょっと女の子からみたいね、バッカンバカン笑いとったよね。あれ笑いじゃないよあれちょっとエグかったな、エグかった、あれは、うん、あれはエグかった、うん、あれは具合悪い、あれは具合悪かったけど、まあまあよかったですって話だったんで。まあでも正式にはまだ契約までこっからですよね。うん、こっからだね。まあでも本当、服装通りにさせますよね、理解道場の、うん、技術の結晶って、まあ現場だけじゃないじゃないですか、営業力とか見積もり、ね、教育業者、いろんなものを服装通りにして、まあいい仕事にするのはもちろんいい提案だよね、うん、して、そうだね、うん、まあそこはもう、なんていうんですか、元ちゃんの仕事じゃないですかね。そうそう、もしそれをやってさ、うん、よかったって言われたらさ、うん、次にもまた行けるじゃん。そうそうそうね。またあったら、お願いしますって言って。それこそ半端ないでしょ、でかいやつ。郊外で大きい物件、うん、足場とかできて、うん、足場だけで1000万、2000万、全然あるでしょ。それはあるよね。その、現場の規模にもよるけど。うん、あるよね。郊外まで入ってね、うん、それやったら。うん、でどうですか、やっぱそれ。やっぱ、なんか自信つながるんですか、自信っていうかさ、うん、あ、こういうやり方でもできるんだ、じゃあもっと飛び込んでったら、うん、もっと取れるかなとか。あ、でも神経がね、やるのかなと。もうそこまで俺もやってほしいわけじゃないし、うん、だったら付き合いの人と付き合いして、うんうん、ね、もうそのね、銭全部出すわけじゃないけど、うん、まあいいじゃないですか、その飯ならここで行ってくるで、まだ宿命個別でやっていった方が、うん、やっぱ知り合い自体ですよ。そうだよ、だから知り合いの人に言ったら、うん、なんかこういうとこも行ってみたらみたいな。あ、それはいいかもしれないですね、うん、でもそこのなんか知り合いに声かけてもらうとかいいんじゃないですか、うんうんうん、そういうので繋がってて繋がってたら、そうですよね、うん、どっか入ってるところをどっか紹介してもらうとか、うん、どっかそこ下請けとか してますよね。そこそ職人さんもみんな知ってるだろうし。そうだね。で、その子に聞いたらさ、俺は芝とかそんなやらんもんでって、はい、前はやってたけど、はい、もう今ちょっとあんまやってないで、はい、ケンちゃん行ったらいいじゃんとか言って、こうこうこうだよみたいな。その建設会社の子が言ってくれたら、うん、その子がパイプ持ってるじゃないですか、そこ、うん、で一人一人ぐらい紹介してくるじゃないですか、うん、だからそういうので行ったら、うん、あ、そういうことですか、完全なる飛び込みじゃなくて、うん、そうそう、電話一本入れてくれるってことですか、うん、めちゃくちゃいいですよ、その、うん、俺一緒についてきますわそうしたらまた話が広がってくるじゃん、うん、手柄を俺が持ってこうとしたから今度俺の動画です社長取りましたはい、じゃあ皆さん今日もまた塗り替え道場は成長しております。まあ俺個人で動いてるマッチングサイトもね一生懸命やってますんで、はい、第一層のマッチングと求人マッチング、はい、ぜひそちらの方の登録もよろしくお願いします。先行ってくよ、はい、俺は関東には行かんでね。いやもう決まってます仕事持ってこないんですよ関東そういうこと、そう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 、そういうこと、ね、おばす山、おばす山、おばす山飛ばされる、関東おばす山飛ばされる、乗り換え道場おばす山は、うん、関東にあります
もう、あの、三畳一間みたいなところ、寮用意して、寮も全部ついてますんで大丈夫ですって言って、三畳一間、ゴキブリ出るやつを、放り込んで。なぁ、ブラグ。ひどいわ。そう、3ヶ月後ぐらい、どうしますって。今なら退職金出ますよって言って、はい、って言って、されたせる。そういうことね。そうそうそう。まあ、でもね、まあ、みんなね、まあ、やめてく、うちの会社。俺がやめろって言わんでも。まあ、だって、まあごめん、まあ、どういうふうにこうやって表現したらいいんかわかんないけど、やっぱ一生懸命やって、俺一生懸命やることに対しては怒らんじゃないですか、ケンちゃん対して。で、結果出るのいいっすよ、3ヶ月見ますわ。そこからもう一生懸命やってくださいって言いましたもんね、本当に。で、やっぱりやった結果がこれってながる。やっぱ負けん気あるわ。はい。うん。やっぱり誘惑には弱い。確かにパチンコやっちゃう人って誘惑に弱いから。だけど、まあ、パッて現場出るようになったら、もうポン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 って決まってきてるもんね。やっぱ努力して現場の合間に電話しようなんて。はい。努力しようなんて思うよ。はい、ありがとうございます。ちょっともう。時間ないんで、すいません、よろしくお願いします。せーの、またねー。